適合率と再現率は、偽陽性、FP と偽陰性 FN の違いです。偽陰性 FN は、例えば数字が5であるのに5でないと判断するか、または別の数字として認識してしまう場合です。偽陽性は5でない数字を5であると認識してしまう場合です。適合率を再現率はトレードオフの関係にあります。 つまり、適合率を最適化すると、再現率がおざなりになり、厳密には、FP と FN が反比例にある、ということです。こちらは、猫と犬の例です。検証では、30匹の猫と40匹の犬が正しく認識されています。先ほどの図と FP と FN が逆ですですが、 猫なのに犬を認識されているのが20匹。再現率は60%。実際は犬なのに猫を認識されているのが10匹。適合率は75%になります。